ビデオカセットロックは、タカトクトイスが1977年10月に販売した家庭用ゲーム機。本体価格9800円。型番は TG-95 から01。日本初のカセット交換式ゲーム機である。キャッチコピーは、TV ゲームはカセット時代。 ゼネラルインストルメント社の開発したギミニシステムの一つで CPU やロ m を使わずに従来のハードソフト一体型ゲーム機向けの LSI を流用してカセット交換式のゲーム機を制作できるギミニシステムの連価版ギミニ8600を採用している。本項目では同じく諸外国においてギミニ8600を採用した同様のゲーム機の総称 PC-50X シリーズとギミニシステムについても解説する。日本で同じくギミニ8600システムを採用したバンダイのゲーム機 TB、ジャックアドオン5000に関しては TB、ジャックの項目を参照。CPU、ラム、音源などを搭載したギミニシステムの上位版ギミニ8900を採用したシステムについてはインテレビジョンを参照。 1977年にパドル式コントローラーを搭載した本体にボール6ゲームのカセットと光線銃が付属したサービスセットが13,800円で試験販売され、1978年にはジョイスティック式コントローラーを搭載した本体にボール8ゲームのカセットが付属した基本セットが17,600円で発売された。なお、サービスセットに付属していた。 高専銃は、高徳が1977年に発売したソフト、内蔵式ゲーム機である TUG のものを流用している。高専銃を別売で購入した場合は3000円。AC 電源が付属しているが、単に電池6本でも稼働できる。高徳は、ファブレスメーカーであったため、実際の製造は他社が行った。サービスセットの外箱には、 発売元高得とだけ記載されているが、基本セットには、発売元高得販売元 GL 製造元、ティルドと記載されており、GL は高得とティルドの合弁会社であった模様。当時の日本の家庭用ゲーム機メーカーは自ら、コンピューターゲームのハードやソフトなどを設計する技術力を持たず、当たり者の本やブレイクアウトといった、 当時の人気ビデオゲームのコピーゲームを製造するメーカーのためにアメリカのゼネラルインストゥルメント社が供給していたチップを購入してそのまま筐体に収めテレビへの入出力回路や電源の未自社で設計して販売する程度の技術力しか持っていなかった GI 社がチップと同時に顧客に供給していたカタログには GI 社のチップを用いたゲーム機の回路図の設計例が 各国ごとのチャンネルの設定も含めて丸ごと載っており、そのリファレンス通りに設計すれば、どんな国の、どんなメーカーでもテレビゲーム機を製造できるという寸法である。当時はゲームの著作権保護法が各国で、まだ成立していなかったため、コピーゲームが作り放題で、それらのメーカーのためのチップをアメリカのゼネラルインストゥルメンツ社が供給して、 ライバルメーカーであるあたりの市場を食い荒らしていた。1976年には事実上アメリカのゲーム機市場の9割を握っていたとされる。しかし1977年には本体に CPU を搭載、カートリッジにログを採用したカセット交換式ゲーム機のあたり VCS がアメリカで登場して、アメリカ本国ではこのような時代は終わりを告げる。 一方 CPU 式のゲーム機は製造に要求される技術力やコストが高く技術のあるアメリカ製品の輸入となるとさらに値段が高くなったこともあり日本やヨーロッパでは1980年頃まではまだ GI 社のチップを使ったハードソフト一体型のゲーム機の勢いがあったさらには1977年には GI 社自身もカートリッジ交換型のゲーム機の システム、ギミニシステムの開発に成功。そのうちの海版、ギミニ8600に関しては CPU を使わない、LSI 式のゲーム機で、安価でしかもそれまで製造したチップや顧客に、外販したチップを流用できるため、それまで GI 社の顧客であった世界の多くのメーカーがこれを採用した。ビデオカセットロック基本セットの発売翌年の百七十八年には、 高徳のライバルであった玩具メーカーのバンダイも同社が展開していたゲーム内蔵式テレビゲーム TV ジャックシリーズで初のカセット交換式を採用した LSI 式のゲーム機 TV ジャックアドオン5000を発売している。日本市場にはゼネラルインストゥルメントインターナショナルコーポレーション社から i-3 から 8XXX シリーズの NTSC バージョンが供給された。 高得、ビデオカセットロックや、バンダイ TV、ジャックアドオン5000などのゲーム機は、ゼネラルインストゥルメンツ社から供給された、チップ、i-3 から 8xxx シリーズを、周辺回路と共にそのまま、カートリッジ部分に収納し、本体には、電源やテレビへの入出力機能のみ持たせたものに、過ぎなかった。i-3 から 8xxx シリーズは、ソフトウェアと、 ハードウェアが一体化しており、回路はすべて LSI で構成されていた。よって、それらをカートリッジに収めただけのビデオカセットロックは、日本初のカセット交換式ゲーム機とは言っても、同時期のアメリカのゲーム機である、フェアチャイルドチャンネル F や、あたり VCS などと比較すると、非常に原始的なシステムであった。同時期のこれらのアメリカ製ゲーム機は、すでに、 ソフトウェアとハードウェアを分離しており、本体には CPU およびメインラムを搭載し、カートリッジにはソフトウェアを搭載したロムのみを収納する形式だった。また、当時はバンダイやエポック社を筆頭とする日本の多くの玩具会社が i-3 から 8xxx シリーズを使ったハードソフト一体型のゲーム機を製造、販売していたため、ビデオカセットロックは日本初の カセット交換式ゲーム機とは言っても、ハードウェア構成自体は他社のハードソフト一体型のゲーム機とほぼ同じで、価格や技術的にそれほど明確な利点はなかった。ビデオカセットロックの本体は入出力機能しか持たなかったため、本体の価格のみを考えると、本体に CPU を採用した同時期の海外製ゲーム機よりも安価に製造できた。また、本体が 海外からの輸入品でなく、日本製であったのも、安価に製造できた一因であった。ゲーム機本体に搭載されたチップは RF モジュレータ、カラー用、LSI、サウンド用アンプの3つのみで、すべて当時広く使われた、枯れたチップである。ただし、ビデオカセットロックはカートリッジに収納されたチップが、アメリカからの輸入品で、最新の製品は、それなりに高価であった。 ビデオカセットロック基本セットにバンドルされていたソフトボール8ゲームに内蔵されていた非常に安価で供給されたことから各くクローン機メーカーが飛びついたことで知られるポンテニス用 LSI はともかくカーレースに内蔵されていたレーシングゲーム用 LSI は1978年に発売されたばかりでまだ価格が高かったためカーレースのカートリッジは ビデオカセットロック基本セットよりも高い2万3000円もした。ビデオカセットロックの対応ソフトウェアはわずかに5本。形式的にはライバル機となる t v ジャックアドオン5000も実情はビデオカセットロックとほぼ同じであり、価格や性能の面もあって、共にゲーム機としてはそれほど成功していない。 1978年に発売された日本初の CPU を採用したゲーム機である東芝、ビジコンも価格や性能や販路の問題があって成功しておらず、日本におけるカセット交換式ゲーム機の本格的な普及は1981年発売のエポック社、カセットビジョンの登場を待たねばならない。かつてはバンダイやエポック社と並ぶ大手玩具メーカーとして、 日本のテレビゲーム黎明期に多くの製品を出した高徳は1984年に倒産しており、またあたりのクローンゲーム用チップの供給元として、あたり VCS 登場前のアメリカのゲーム機市場を事実上牛耳ったゼネラルインストゥルメント社も1997年に消滅しており、本製品の詳細は不明であるが、GI 社が 高得などの顧客に提供していた1978年のカタログにギミニシステムの詳細が載っているため、それを参照することで実態が把握できる。1978年の時点でロムカートリッジ式のカセット交換式ゲーム機を自力で作って販売するレベルの技術力を持ったアメリカ国外のメーカーはシグネティックス社を参加に抱えるオランダのフィリップスグループくらいしかないため、 GI 社から供給されていたチップの在庫があり、なおかつフィリップス陣営について VC4005 換気を作らなかった日本やヨーロッパのメーカーにおいては GI 社から供給されていたチップをそのまま外部カートリッジに収めて LSI 式のカセット交換式ゲーム機を作るという発想が普通に行われていた。代表的な例が PC-50X シリーズである。 ヨーロッパで全く別々のメーカーから発売されたゲーム機は別々のメーカーから発売されたにもかかわらずなぜかカートリッジの互換性があるが日本ではビデオカセットロックがあまり売れておらず現存数も不明なためビデオカセットロックとの関連性は不明である。なお、タカトクやバンダイなどゼネラルインスツルメンツ社からチップの供給を受けていた各社の思惑をよそに 実際に1977年の日本のゲーム機市場を握ったのは15000円で15種類のゲームが遊べる任天堂カラーテレビゲーム15で100万台を売り上げ、一時は日本のゲーム機市場の9割を握った。ゼネラルインストゥルメンツ社からチップの供給を受けていた各社は i-3 から 8xxx の在庫が積み上がり、 1978年に発売されたバンダイ TV ジャックアドオン5000はその在庫処分の意味合いもあった。任天堂のゲーム機の LSI は三菱から供給を受けていたが、やはりあたりのクローンゲームに過ぎなかった。テニス、ホッケー、スカッシュにライフルゲームなど6つのゲームを1チップで実現するゼネラルインストゥルメンツ社 I-3 から8500チップ。 日本市場には、これの NTSC バージョンが供給された本製品、発売時の広告には、全6本のタイトルが記載されている。エフェクター、リズムボックスという、ステレオアンプに対応して、音楽を奏でる当時としても珍しい。また、製品発売時の広告で紹介されたソフト以外に、スタントライダーのソフトの実在が確認されている。なお、カセットは一度挿すと、 なかなか抜けない。また、基板が逆にはめ込まれたバグカセットが存在するなど、アメリカのメーカーから供給されたチップを、リファレンス通りに満足に製品化することすら難しい1977年当時の日本の技術力を物語る。ニンテンドー、NES がアメリカに進出して、大ブームを起こす8年前の話である。約一年後に発売された、バンダイの TB。 ジャックアドオン5000はもう少しハードのクオリティが高い。4年後に発売されたエポック社カセットビジョンは同じ LSI 式でもソフトのクオリティも高いなど、ここから徐々に技術が向上していく。ギミにシステム用の音源として開発された GII-3 から8910プログラマブル TV ゲームサウンドジェネレーター。後世に言う PSG 音源 CPU を採用した カセット交換式のゲーム機が市場に登場しつつあった1977年から1978年にかけての当時 GI 社はハードソフト一体型のゲーム機用の LSI のラインナップとは別にカセット交換型のゲーム機向けのシステム、ギミニシステムを開発し、それを各メーカーに外販していた。例として1978年1月に刊行された GI 社の反則用のカタログ、ギミニ TV ゲームサーキッズでは、カイロス全体を含めた、ハードソフト一体型ゲーム機用システムの詳細、カートリッジ式ゲーム機のギミニシステムの詳細のほか、これらの LSI を使ってゲーム機を製造する際の、開発者自身による細かい注意点までも親切に記されており、これを参照することで、技術の乏しいメーカーどころか、 秋葉原などで売られていた LSI を使って素人がゲーム機を自作することすら可能だった。ギミニシステムの書出は GI の1977年度のカタログでカセットプログラマブル TV ゲームスとして記載されている。だが当時の時点ではギミニチップとされる CPU の CP1610 をメインチップとして採用したシステム1機種のみで音源チップすら搭載されていなかった。採用ゲーム機も確認されていない。1978年度のゼネラルインストルメント社のカタログではプログラマブル TV ゲームスとして3種類のギミにシステムが載っており、この時点までにはジェミニシステムは完成を見ていたようだ。その一つが、 従来のハードソフト一体型のゲーム機向けの LSI を転用してカセット交換式のゲーム機を制作できるギミニシステムの改版のギミニ8600で LSI 式なのでもはやプログラマブルではないが一応プログラマブル TV ゲームスとして記載されている安価であることからカタログではエコノミックを標榜していたギミニ8600のリファレンスによると 本体に搭載されたチップは RF モジュレータのアステックウム1082カラー情報生成用チップの i-3 から8615サウンド用ステレオアンプの LM386 の3つのみでかなり単純な回路でありカラー機能やサウンド機能が不要な場合はさらに省いて安くできる高得ビデオカセッティロックバンダイ TV ジャックアドオン5000 および諸外国で発売された PC-50X シリーズは、このギミニ8600システムを採用している。ギミニ8600以外は、CPU の CP-1610 及び音源の i-3 から8910などを採用した上位版のギミニ8900、上位版からスプライト機能など若干機能が省かれたギミニ8950が存在した。 ギミニ8600を採用したメーカーは世界中に非常に多かったが本体に LSI を3つしか搭載しないギミニ8600に対してギミニ8900は CPU や音源だけでなくロ m やラムを複数搭載するなどかなり技術的に高度かつ効果になるためこれを採用したゲーム機はマテル社のインテレビジョンのみだったギミ千九百五十を採用したゲーム機は 確認されていない。そもそも LSI 式のゲーム機は1978年の時点でも CPU 式のゲーム機に対して安価であることのみが売りだったが、アメリカでは1980年にはあたり VCS が大ブームとなり、もはやいくら価格が安くても LSI などという時代ではなくなった。ギミにシステム自体の展開は1970年代で終了し、 インテレビジョンの販売もかんばしくなかったが、このうち音源の i-3 から8910に関しては、プログラマブル TV ゲームスのサウンドジェネレーター、すなわち PSG 音源として、このチップそのもの、あるいは互換チップのヤマハ YM2149 などが、1980年代から1990年代に至るまで様々なゲーム機、パソコン、楽器で広く使われた。 2010年代に至ってもチップチューンやレトロゲーム配信サービス、レトロ風の新作ゲームなどを介して根強い人気を持っており、ある意味でギミニシステムの名脈は今でも生きている。ギミニシステムのカセットの実装例。ログではなく LSI が搭載されている。ゲームのログを格納した装置のことを英語ではカートリッジと呼ぶが日本ではカセットと呼ぶ。 ゲーム用カートリッジを指すカセットの号は日本初のカセット交換式ゲーム機であるビデオカセットロックの広告 TV ゲームはカセット時代が初出であるギミニシステムは GI の1977年度版のカタログでカセットプログラマブル TV ゲームスとして記載されている文字通り主にカセットテープでのソフトウェア供給が想定されていたらしい しかし1978年度版のギミニシステムではカートリッジベースのプログラマブル TV ゲームスへと改められておりカセットテープインターフェースはギミニシステムの最上位版ギミニ8900でのオプション扱いとなったギミニ8900システムを採用したインテレビジョンには実際にカセットテープメディアに対応した拡張ハードウェア エンターテイメントコンピューターシステムが存在する。一方、カセットどころか、プログラマブルですらない、LSI 式の、ギミニ8600システムを、日本で最初に採用した、高徳は、1977年度版、ギミニシステムの、カセットと1978年度版、ギミニシステムの、カートリッジを混同したようで、1978年度版、 ギミニシステムのカートリッジベースのゲーム機にビデオカセットと命名して t v ゲームはカセット時代などと大きく宣伝してしまった。さらに他社のハードも同じく GI のギミニ8600システムを採用したカセット方式でゲーム取り替え自由がキャッチコピーのバンダイ t v ジャックアドオン5000、LSI カートリッジ式のゲーム機を自力で開発したカセット時代のテレビゲームが キャッチコピーのエポック社、カセットビジョン、ロムカートリッジ方式を採用した、ジャンケンポン、カセットポンが、キャッチコピーの NECPC-6001 などと、そのまま追随した。これらの機種は、せいぜい数十万台しか売れなかったが、広告や雑誌の特集などを通じて、カセットの語は広まっていた。その後、カセットを挿入すると、カラー十二色の鮮やかな画像が、 キャッチコピーの任天堂、ファミリーコンピュータが2000万台売れ、そのままカセットの語が定着した。これがゲーム用カートリッジを日本語でカセットと呼ぶ由来である。プリンゼトラーニックトーナメント2000カートリッジにゼネラルインストゥルメンツ社の i-3 から 8XXX シリーズを採用した LSI 式のカセット交換式ゲーム機が ヨーロッパ各国のメーカーから大量に発売されている。アメリカでは1977年の時点で、すでに CPU を本体に搭載、ロムカートリッジ式のカセット交換式ゲーム機が登場しており、ゼネラルインストゥルメンツ社自身もギミにシステムの上位版として、CPU の CP1600 よび音源チップ、 i-3 から8910を搭載したカセット交換式ゲーム機、ギミミ8900を開発し、自社のカタログにも載せて反則に努めているが、アメリカで1979年発売のマテルインテレビジョンただ1社にて採用されたのみで、日本やヨーロッパではやはり技術や価格の折り合いがつかなかったのか、採用例が全くなかった。その代わりに、 取扱いのノウハウが蓄積された、ゼネラルインストゥルメンツ社のハードソフト一体型、ゲーム機向けの LSI をそのまま流用できる、ギミニ8600システムの採用例が非常に多く、それぞれ互換性のある LSI 式カートリッジ交換式ゲーム機が大量に発売された。カラー機能すら省いて簡易かつ安価にした白黒のゲーム機も存在する。 ABCDE コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P56 ありがとうございます